何があるかしら。改めまして、オラリオからの来訪者の皆様、ようこそオリンピアへ。そして我らの声に応じていただきありがとうございます。聖火を司る悠久の女神よ。堅苦しい挨拶はもういいよ。それよりも、ここが大神殿なのかい？はい、我らプロメテウス教団の拠点であり、オリンピアの中心地となります。随分と堅牢な造りですね。石壁は厚く、立地的にも城か砦のようです。まるで何かを守ろうとしているみたいですね。この神殿も古代に建てられたものなのですか？その通りです。この土地で最も古い建造物であり、同時にオリンピア始まりの場所でもあります。始まりの場所？天より降りたる奇跡の火、何も燃やすことなく邪を退け、触れる者に命を与える。偉大なる炎、魔を破る炎、大地を大釜に変え、神の慈悲としてここに収める。神殿の奥に刻まれた文言です。オリンピアの始祖が天の炎を報じたのがこの大神殿なのです。天の炎ってイリアさんたちが言っていた汚れてしまった炎ですか？神様に浄化してほしいっていう。そもそも天の炎とは何なのですか？なぜヘスティア様やヘファイストス様が必要とされるのです？簡単さ。天の炎、原初の人はもともと天界に存在するものだったからさ。全ては俺たち神々が下界に降臨するよりも前、天界で起きた話だ。原初の火は大神と呼ばれる者たちの管轄下にあった。だがそれを盗み出し下界へと落とした神がいた。その神こそがプロメテウス。深く考える者の名を持ち、先を見通しすぎてしまったがために罪を犯した神だ。そのプロメテウスという神はなぜそのようなことをされたのですか？子供たちは哀れんだがためさ。当時すでに下界では大穴からモンスターがあふれ、人類はことごとく蹂躙される立場になった。魔物の洪水に立ち向かったのは、それこそ今日英雄と謳われる一握りの者たちのみ。プロメテウスはそれを看過できなかった。まだ始まりの英雄が帯同するよりも前の時代、天界から泣き叫ぶ子供たちを眺めるだけだったプロメテウスは決断した。原初の火を与え、子供たちを地獄極まる過酷から解放しようと。けれど
会心の一人、ゼウスはそれを許さなかった。どころか、イカズチの稲鳴きで天が荒れ狂うほど激怒したわ。どうしてですか？聞く限り、そのプロメテウス様は俺たちの先祖様を救おうとしたんでしょう。あってはいけない力？早い話、下界で扱うにはデカすぎる代物なのさ。神の力そのものには及ばないが、それに準ずるもの。デミー・アルカナムと言っても過言じゃない。デミー・アルカナム？神々がその気になってアルカナムを行使すれば下界を消滅させてしまうという話は誰もが知るところですが、原初の非なる存在が途端に末恐ろしいものに感じられるようになりましたね。人類に文明や文化をもたらすためならまだしも、魔物を滅ぼす武器として火を与えようとしたんだ。ゼウスの怒りは烈火なんて問題にならないほど凄まじかった。そこから人雷のごとき速さで取り押さえたものの、一歩及ばず原初の火は下界に落とされた。およそプロメテウスの策略通りにね。そしてゼウスとプロメテウスが争った直下こそこのオリンピア、原初の火をもたらされた地というわけだ。崇高なる神プロメテウスのご意志に関しては下賤なる我々が理解の及ぶところではございません。ですが事実として偉大なる英雄が天の炎をその身に宿し、この地を守護しなければオリンピアはとうに滅亡していました。もしかしてその英傑っていうのがオリンピアの英雄エピメテウスですか？私もかの英雄譚の記述は覚えています。オリンピアの英雄とはすなわちその身に炎を宿し炎と共に戦うものであったと。ええ、その通りです。最初に炎を浴びた英雄を真似るがごとく、私たちはプロメテウス様からご加護を授かることによって天の炎のかけらをこの身に宿しています。あの結界に触れた者は弾き飛ばされるか焼き尽くされる。こうして同じ炎を宿す者が開かぬ限りは。あのとんでもない結界を解除したのもその炎のおかげってわけか。天界由来の力だって言うなら納得だよ。今日に至るまで天の炎はオリンピアの礎であり、全ての民草の命そのものといっても過言ではありません。ですがその炎がどういうわけか汚れ始めた。それは年月を経ることによって緩やかに、だが確実に神聖なる奇跡の力を蝕んでいったのです。今やそのにじみは大きく広がってしまいました。汚れの影響は確実にこの地へと侵食し始めております。
具体的にはどのような事態が引き起こされているのですか？跋扈する異形や地殻変動、人々を犯す瘴気、そして神プロメテウス曰く、この影響はオリンピアだけにとどまらず、いずれ世界へと拡散されていくであろうと。待ってください。そういえば都市外からのクエストがやけに増えていましたが、まさかそれって。おいおい、汚れた炎の影響だっていうのか。冗談だろ。いいえ、届くわね。原初の火が異常をきたしているというのなら確実に。下界には過ぎた代物っていうのはそういうことさ。このままなら世界が炎上し怪人になる。